岡山市の後楽園入口にある、宵町草の歌避、宵町草は、竹久夢自作詞、大野忠明作曲の歌曲である。50年足らずの短い生涯にわたり、恋大き竹久ではあったが、実ることなく終わった一夏の恋によって、この詩は作られた。大野忠明により曲が付けられて、瀬能楽譜より出版され、一世を風靡する。曲は、破綻調で8分の6秒子である。 1910年竹久27歳の夏、前年話し合って離婚したにもかかわらず、よりを戻した、岸田真希と2歳の息子、虹の助を伴い、暴走方面に秘書旅行する。長子から犬坊崎に向かい、足利島の宮下旅館に滞在した。ここは、太平洋に向かう、見晴らしの良さで、明治から多くの文人が訪れた名所である。たまたま当地に来ていた女性。 秋田出身の長谷川方に出会う。彼女は成田の高等女学校の教師である姉のところに身を寄せていたが、長谷川一家も秋田から宮下旅館の林家に転居しており、夏休みに家族を訪ねてきて、そこで竹久と出会ってしまうという次第である。親しく話すうち彼女に心を惹かれ、竹久は呼び出して、束の間の王政を持つ。 散歩する二人の姿はしばしば近隣住民にも見られている。しかし結ばれることのないまま、竹久は家族を連れて帰郷する。方も夏休みが終わると、成田へ戻り、父親は娘の身を暗示結婚を急がせた。翌年、再びこの地を訪れた竹久は、彼女が嫁いだことを知り、自らの失恋を悟る。この海辺でいくら待ってももう現れることのない女性を、思い。 悲しみに不けったと言われる。酔いを待って花を咲かせる酔い待ち草にこと寄せ、実らぬ恋を憂う気持ちがこの詩を着想させたのである。この原詩が、1912年6月1日付の雑誌、少女に発表され、翌1913年11月、今の産業詩の形で英子歌集、ドンタクに掲載された。これに、バイオリン奏者、大野忠明が曲を付け、 1917年5月12日第2回芸術座音楽会で初公演された。翌1918年に瀬能楽譜の一編として竹久の表紙画で出版され、急速に日本中に広がり、人気を得て後々まで歌い継がれていった。現在、ゆかりの地である千葉県足利島の海を見下ろす場所には、 武久の肖像と、酔町草の一節が刻まれた文学碑が立つ。本作の題名であり、歌詞にも記される、酔町草とは、松宵草族の一種を指すものと考えられる。ただし、松宵草族に属する種は多く、松宵草族のうちの松宵草を指すものかどうかは断定できない。酔町草を、松宵草族の種に分類される月見草を指すもので、あるという説もある。 松酔草族に属する種の多くは夕刻に開花して夜の間咲き続け翌朝にはしぼむことからこの花が儚く人よの恋を象徴するかのように描かれている。ちなみに竹久自身の自筆記録においては松酔草となっている。一方同じ瀬能楽譜の表紙であっても番により松酔草、酔い町草の異なる2種類の表記がある。ある時期から竹久自身が 音感の美しさにこだわって変更されたという説が有力である。ありがとうございます。